林田さんの中でこう接戦ないしこう試合に勝つために絶対にやってはいけないことこれだけはっていうことはありますか。難しいよね。それはみんな思ってるよ。ミスしない。でもその、まあ、守りの中でのミスっていうのを特に僕は気をつけてます。やっぱり守りの方でミスをするとどうしても負ける確率が高くなっていくんで、攻撃のミスってまだなんとか取り返すと思うんだけど、守りのミスってちょっと、まあ、ピッチャーとバッテリーがねよっぽど頑張んないとそれってなかなか取り返せないことになっているので、バッテリーのミスっていうものはしないようにとにかく僕の心がありました。それが今年間通して少なければ少ない方が勝つ確率が上がっていく。だからそのじゃあそのミスっていうのは、まあ、さっき、ね、言った、無駄なフォアボール、これも必要なフォアボールもあるので、ただフォアボールっていうことにはならなくて無駄なフォアボール、この大体見てる人も多分分かると思うんですね、うん、それはこのフォアボールなんか嫌な感じがするねとか、もう、まあ、それなんですよ。だそういうものを、まあ、出さないようにやってるんだけど、やっぱり出ちゃうのが試合なんですよね、うん、まあこれもファンから多分気になる、これ一番多かったかもしれないです。ドロー通りが少ない、はい、まあそうだね、確かに走れる選手はまあ、いるっちゃいるよね。なんだけど、そうだね、まあそこまでリスクを犯してないのか、チームとしてね、リスクを犯してまでその盗塁を必要と今はしてないのか、まああとはそこまで研究をしてないのか、そこまでその走る意欲を持ってないのか、個人個人がね、まあいろんなことが挙げられると思うけど、まあ今のところ本当少ないから、まあ、どれも当たってるんじゃないかなと思うんですよね。今後ドラゴンズ、まあ今ちょっと順位が下がり気味なんですけど、キーマンを上げるとすればこの人が頑張ってくれればっていう。それは難しいね。難しい、一人頑張っても上がれないから、うん、いつも言うよ、チームとして戦っていかないと上に上がらなきゃいけない。だから一人の頑張り、例えばさ、じゃあ例えでいくよ、ソカーが毎試合ホームラン打ったところで打っても1本2本だで、前のランナーがいなかったらさ1点しか入らないということは、ソカーだけの力じゃないわけ。やっぱりその前に出なきゃいけないバッターがいる、で出た時に返すバッターがいる、じゃあで、まあ、クリーンアップが先頭バッターとかに来るんだったら、まあ、出なきゃいけない類にね、で、じゃあ下位打線が今度返さなきゃいけない、だからそうやってチームって勝っていかなきゃいけないんで、なかなかこの人一人の頑張りでそのチームが上位に行けるっていうのは正直ないですね、そんなのがあったらすごい。だってさ、俺まあよく出すんだけど、じゃあドジャース、アメリカで、ね、例えるとさ、じゃあ大谷だけ打っても結局勝てない、じゃあエンゼルス大谷打ってたけどやっぱり他は打たないと打てない、でも大谷も打つしその登場効果に周りが打ったらあんだけ出てくるし、ね、勝てるわけで、だから、まあ、一人の力っていうのは必要なんだけども、やっぱりそのさらに勝っていくっていうことになると、やっぱりみんなの力っていうのが必要だと僕は思ってます、はい、まあ、谷繁さんは現役当時見逃し三振と空振り三振、どちらが取った時嬉しかったですか、好きでしたか。あ、これはね、見逃しも空振りもそれはそれで嬉しさっていうのはあります、うん、ただね、見逃し三振っていうのはある程度その、まあ、ピッチャーが投げるボールにもよるし、あとはやっぱり予期せぬボールが来たためにバッターを見逃ししたり、もういいコース過ぎて見逃し三振、だ
から、まあ、これはこれでよしみたいな感じがあって、空振り三振は三振で、例えば、形を崩した空振り三振っていうか、形を崩したっていわれて、その打つポイントが全然違う、例えば、もうストレートいって、もう全然違うところで、かなり遅れて空振り三振した、これっていうのは、バッターの、そういう、なんていうの、狙いを外してるわけだから、外してて、そういう空振りになってる。ということは、よしよ。で、今度は逆に、ね、変化球で、ちょっとこう、形を崩させた空振り、それも、ストライクゾーンの中で形を崩させた空振り、よし、ね。だから、まあ、両方とも三振っていうのは、まあ、キャッチャー、バッテリーからすると、よししてやったり、そういう感じです。またこういったトーク企画やっていきたいと思います、うん、ちょっと1個予定もあるので、うん、あの野球チームとちょっとトークするのでまたぜひ居酒屋で、うん、どうもありがとうございました。